金利差始まるまで待った方がいいのかな、なんかパワーアップするらしいし、ぼんやりね、勘違いをして待ってしまうと、全分の非課税枠を、おりゃーっと、わーっと捨ててしまう、おりゃーっと、はい、捨ててしまうことになってしまいます。はい、どうも、テルゾー投資チャンネルの、積田テルゾーと、総美千佳です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日のテーマはですね、新ニーサを待つなでございます。先日ね、新ニーサとは何か、5つの変更点っていうところについて動画を作りました。ですがね、よくある質問ですね。前回の動画でも話したんですけど、新ニーサ始まるまで待った方がいいの？積み立てニーサを始めずに待った方がいいの？っていう質問がめちゃくちゃよく来ます。結論、まあ書いてある通り待たない方がいいですと。なんでだかわかりますか？別のわけだから。積み立てニーサと新ニーサが別だから。おー、なるほど。まあ今日の動画これで終わりなんですけど。このチャンネルでは、お金や、はい、まあちょっとこれだけ言われてもね、わかんないよっていう方もいらっしゃると思いますので、そこについて詳しく解説していこうかなと思っております。またですね、一つ目の質問が、新ニーサ始まるまで待つべき。これもめちゃくちゃね、よくある質問です。で、あと、二つよくある質問についでに答えます。積み立てニーサをすでに始めている人は、新ニーサを始めるにあたって、なんか切り替えの手続きがいるんですかっていう質問と、積み立てニーサ20年後ね、どうするべきなのかっていうところですね。ここについてもめちゃくちゃよく聞かれるので、まあ答えていこうかなと思っております。それでは本編いきましょう。それでは一つ目の質問いきます。ちょっと読み上げてもらってもいいですか？はい、新NISA始まるまで待つべき。結論、待つべきではありません。なんでかと言いますと、さっきちょろっと言ってくれたんですけど、新NISAの枠と積立NISA、一般NISAの枠っていうのが別物だからです。まあ、新旧分離とかって言われてますね。新ニーサにはそもそも生涯投資枠っていう枠があって、どんなに投資をしたくてもその枠いっぱいまでしか投資をすることができません。じゃあ新ニーサの生涯投資枠いくらか覚えてます？1800万。おお、そればっかり覚えてる。そうなんですよ。新ニーサっていうのはどんなに頑張っても1800万円までしか投資ができません。年間の枠が360万円なので、まあ5年間満額で投資をしたら5年間で枠が終わる、もう積み立てニーサは年間にいくら投資できますでしょうか？40万。おお、すげえ。これも知ってた。すごい。はい、正解です。新ニーサが生涯投資枠が1800万円、積み立てニーサは年間に40万円が投資できます。来年から始めればいいや、新ニーサから始めればいいやってやった人は、人生で投資できる金額が1800万円が限界です。じゃあ積み立てニーサを始めた人は、2023年のうちに始めた人はどうなるのかっていうと、40万足されるんですね。1840万。正解です。なるんですね。新ニーサ始まるまで待った方がいいのかな、なんかパワーアップするらしいし、ってぼんやりね、勘違いをして待ってしまうと、40万円分の非課税枠を、おりゃーっと、わーっって、どこにこうね、捨ててしまう、おりゃーっと、はい、捨ててしまうことになってしまいますので、新ニーサ始まるまで待つべきではありません。待つな。積み立てニーサを早めに始めて、枠をたくさんフルで使い切りましょう。それでは、二つ目の質問いきましょう。じゃあ読み上げていただいてもいいですか？はい。切り替えの手続きはいる？いりませんが、まだ分からない部分もあるというところですね。ちょっと分かりづらくて申し訳ないんですけど、そもそもですね、口座開設の手続きはいるのかっていうところから話します。これに関しては、いりません。積立NISAの口座を持っていれば、新NISA口座がですね、勝手に同じ証券会社で開設されます。しかしですね、注文の部分ですね、まあ、商品を買っていると思うんですけど、積立NISAやってる方は、それが新NISAに引き継がれるかどうかっていうところに関しては、わからないと言ってました。楽天証券のコールセンターにですね、こう電話をおやつってかけてみたんですけど、そこに関してはちょっと、まだわからないです。金融庁の、話をお待ちくださいって言われたので、わかり次第僕もね、まあ、YouTube なりインスタなりで発信をするので、わからないというところで理解しておいてください。それでは、3つ目の質問いきましょう。20年後、どうするべき？はい、これもまあよくある質問ですね。まあ20年後っていうことはどういうことかというと、まあ積み立てNISAの質問ですね。新NISA始める前に積み立てNISAを始めた場合、では20年後ね、非課税期間が終わった後どうすべきなのかっていう質問でございます。これに関してはですね、全員ではないんですけど、多くの人にとっては新NISAに移すがいいかなと思います。移すっていうのはどういうことかっていうと、積み立てNISA20年後からね、まあ、非課税期間が終わって税金が取られます。そのタイミングで一回全部売っちゃいましょう。売って現金にして、そのお金で新ニーサの枠を使って商品を買いましょう。おお。でこれに関しては人によるかなと思っていて、もう20年後の時点ですね、で新ニーサの枠を使い切っている人は税金がかかる課税口座ですね、特定口座とかに移して投資をし続ける、もしくは、まあ、普通に売って現金として、まあなんか20年後の生活で使うか。だけどまあ多くのパターンとしては、新ニーサの枠1800万円なかなか使い切る人はね少ないかなと思うので、そしたら新ニーサの枠を使って投資し直すのがいいかなと思います。
それでは本日は、投資の新NISAの質問について3つお答えいたしました。じゃあちょっと1個目からね、質問読んでもらってもいいですか。はい。新NISA始まるまで待つべき？待つな。すぐに積み立てNISAをやりましょう。切り替えの手続きはいる？口座開設に関しては不要。注文に関してはちょっとまだわからないので少々お待ちください。20年後どうするべき？新NISAの枠があれば移す。なければ普通に税金がかかる口座で持つか現金化をする。こんな感じでね、はい、3つのよくある質問に答えていきました。どうでしょう、わかりました。わかりました。あ、よかったよかった。これ以外でも新NISAだったりとか、まあ、投資とか積立NISAとかのね、質問ありましたらぜひ気軽にコメ欄で聞いていってください。基本的にまあめちゃくちゃバズったりしなければコメントはね全部返そうかなと思っているので気軽にコメントしてください。はい、詳細はまだ不明だから、はい、金融庁の発表を待ってくれそうですね、まあ、かなり細かい部分でいうとまだ分からない部分があるかなというところになります。はい、それでは本日の動画を終わりにしようかなと思います。皆様ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルではお金や投資について日々発信をしています。この動画がいいなと思ってくれた人はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。 DM なども全部返しているので投資のことをもっともっと勉強したいって人はぜひ Instagram をフォローしてくれると嬉しいです。皆さんの貴重なお時間を割いていただき、どうもありがとうございます。Thank you!